2歳の新馬戦、芝の1800m 9頭の争いです。今画面をちょうど右側に歩いていく6番のレガレイヤ、このレースは牝馬ただ1頭の参戦となりますが、単勝式は 1.4 倍と断然人気です。白毛馬カルパ2番人気で 4.9 倍、育ちの弟さすがの注目度です。9番のソウルプラウド3番人気 8.9 倍、単勝式ではこの3頭が10倍を切っています。函館競馬5レースメイクデビュー函館2歳新馬、芝コース1800m 9頭によって行われます。函館競馬場、午前中よりも風が強くなってきました。さあ、スタンド前での枠入り9頭、枠入り順調です。スタートしました。コースタート2番セットアップです。そして7番ダグウッド2番手に上がっていって、内から1番ペルフェツヨーネ、さらに3番カルパ、外は8番のラファガフレイバーです。そしてその後ろに6番レガレイラがつけまして、外には9番のソウルプラウド、内は4番のビバクラウンです。最後方わずかに5番のグランドブレーカーという体勢で1コーナーをカーブしていきます。先手を取りました2番セットアップ、1、2コーナー中間です。リードが1馬身、2番手は7番ダグウッドです。あとは3馬身差、外8番ラファガフレイバー3番手、内に1番のペルフェツイオーネが4番手、そして前から5頭目です、3番カルパ、向こう上面に入っています。半馬身差、外に6番レガレイラがつけています。あとは3馬身下がって4番のビバクラウン、後ろから3番手、後方2頭は5番のグランドブレーカー、半馬身差最後方9番ソウルプラウド、向こう上面の中間を通過、残り800を通過して2番のセットアップ、3コーナーへ向かってリードは半馬身、2番手は7番ダグウッド変わりません。3コーナーを迎えます。あとは2馬身差3頭、外に8番ラファガフレイバー、残り 600m を通過、3番のカルパ動いてきます。さらには内に1番のペルフェツヨーネ、3、4コーナー中間です。そしてその後ろから6番のレガレイラ接近していきます。各馬4コーナーへ向かって残り 400m を通過、あとは5番のグランドブレーカー以下、第4コーナーをカーブ、今直線コースに向かいます。2番のセットアップ逃げている、リードが3馬身ある、外から追い込んでくる6番のレガレイラ、レガレイラ今2番手に上がって前を捉えられるかどうか、3番のカルパは今3番手、さあ6番のレガレイラ差し切った、かわした、レガレイラデビュー勝ち、ゴール。2番手2番セットアップ、3番手に3番カルパです。断然の人気に応えました。6番レガレイラデビュー勝ち、クリストフ・ルメール騎手です。逃げた2番セットアップが2番手、3番カルパはその後3番手の入線です。1分49秒8の勝ち時計、上がり4ハロン47秒3、3ハロン34秒9です。4コーナー手前仕掛けていきまして、直線に向いて3番手2番手、そして逃げ込みを図る2番セットアップをゴール前かわしています。6番レガレイラ、クリストフ・ルメール騎手です。2番手2番セットアップ、1着6番2着2番3着3番カルパと発表されました。4着4番ビバクラウン、5着5番グランドブレーカー、函館5レース確定までお待ちください。函館5レース新馬戦が終わりました。好一点だったレガレイラですが、最後は力強く伸びて見事な勝利、初戦を飾っております。セットアップ2番手の入線、そして白い馬体のカルパは3着でした。6番2番3番1番人気5番人気2番人気です。単勝6番 1.4 倍、枠連26 6.3 倍、馬連2番6番 6.6 倍、馬単6番2番 7.5 倍、三連複2番3番6番 7.2 倍、三連単6番2番3番
24.3 倍です。確定までお待ちください。